くちゃんの話いいんじゃない。さて皆様、さあ来ました、お待たせいたしました、はいはい、今年もやってまいりましたベストヒット門真のお時間でございます。イエーイ。初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、この企画趣旨を申し上げますと、この、まあ、昨今ですね、メディアの環境大きく変わっております、はい、まあ、先ほどからね、その96年の映画の話してますけども、じゃあどうやって見るかって言ったら、ちょっと前だったらね、うん、そのツタヤとかゲオとか行って そのディスクを借りてきたりとかビデオテープを借りてきて、ほんでそれを見てとかってしてましたけども、うん、もう最近はね、はい、ネット配信動画がたくさんありますよね。ネットフリックスだの、フールだの、ね、うん、なんかもうティーバーだの、テラサだの、ね、だからね、私この間、まあ、昔からずっと言ってたツタヤがね、はい、もうなくなっちゃったんですよ。そうですよね、ちょっとショッキングでしたけども、まあね、そうやって見てたもんね、まあ、昔はほら貸しレコード屋さんなんかもあったようなもんで、はい、どうしてもメディアが変わるとそういう風になってくるのはしょうがない、うんうん、その波の中に今ねラジオもあるわけですけれども、はい、テレビもあるわけですけども ね、はい、ちょっと前ならば音楽のヒットチャートというのは何枚レコードが売れたのか、何枚 CD が売れたのか、これがもう全てだったわけですけども、だんだんそういう世の中じゃなくなってきたなんて言ってるもう間にですね、もうむしろそっちはあんまり大事じゃないんじゃないかっていうね、いやまあそんな空気感よね、時代になってきてしまいました。どこで測ればいいんだ。一生懸命最新ヒットチャートをラジオにね聞きかじりな、一生懸命ねかじりついて聞いていた、そういう人もいるでしょう。エアチェックをしてね、テープに取ってたっていう時代もあったと思いますが、カセットテープね、テープがビロンビロンになるまで聞いたりとかね、もう擦り切れちゃってなくなっちゃったりするようなテープもあったぐらいですが、もうとにかく音楽メディアというのがたくさん多岐にわたる中で、サブスクも多い中で、ランキングというのは、最新ヒットチャートというのは、今の若者が聴いている音楽のランキングってどこで調べたらいいんだと。そうなのよね、結局分かんないという。そう、知りたくても分かんないで、うん、私たちおばさんも。もちろんオリコンにね、うん、昔ながらのオリコンですよ、うん、あのちょっと髪の毛の長い長髪の鼻の少し大きい垂れ目の、ね、社長がいつもセカンドバッグ持って歩いてましたけど、あのオリコン、あのオリコンのヒットチャートもちろんありますけれども、うん、ちょっとこれももう分かんないと、うん、いろんな合算のヒットチャートもありますけど ね、もう何を信用してばいいかわからないという皆さんのお声の中でですね、もう我々はもう第一情報主義です。そうです、ね、はい、じゃあもう一次情報主義としては、うん、私たちの身の回りにいる若者に聞くのが一番いい、うん、私たちの一番近くにいる若者は誰か。誰だ。この番組の AD 田坂くんですよ。田坂くん、はい、この AD 田坂くんはですね、生まれた時から門真育ち。そうです、ね、大阪門真市です。そうです、パナソニックのお膝元ですよね。そうでございますよ、はい、あの門真でございますね、はい、もう大阪の街中のところからちょっと離れたところにあって、はい、京阪とかでね、まあ、通ってる人が多いでしょうけど、うん、この門真というところは最近はもうララポートもできてね、そうですよ、コストコもできてね、なんかもう最近勢い増してきちゃってるわけですが、そうそう、私免許更新で行ったけどね。あ、そうですね、古川橋の駅で降りた方が近いんですよね。あれね、そうなんですよ、あの門真ですね。門真、門真じゃありませんね、門真でもないですね、門真です。そう、この門真にですね、もう生まれながらに住んでいる田坂くんはもう門真で生まれ門真で育ち、友達もみんな門真で産湯を使い、そして、まあ、結婚した相手奥さんも門真、なんならベビーも門真生まれというですね、すごい、もう根っからの門真です。いや門真愛すごいね、はい、その門真の若者たちのこのネットワークをうまいこと利用いたしまして、田坂くんがですね、LINE やメールなどで、周りの友達にですね、あるいはちょっと後輩とか、地元にいる仲間とか ね、そういう人たちに最近どんな曲聴いてるのと聞くことによって集めた音楽のランキングをですね、修正いたしまして、はい、今回皆様にドドンと発表するという、そういう企画がこのベストヒット門真2024なんです。でそこで紹介してたこれまでのものって、はい、本当にあの年末の紅白で、はい、出てらっしゃるんですよね。そうなんですよ、皆さんね、びっくりした、ね、ちょっと前ならあの香水ですよ、エイトの香水ですよ。だ、あ、別に君を求めてですね、ないけどですよ、あのね、なんか懐かしい、新しい学校のリーダーズとかね、そうですよ、あんなのももう、あれもそうですよ、ね、出てましたよ、ノーベルブライトとか、そうそうそう、もうこんなもう全部もう門真の人たちに教えてもらったわけですから、私たちも門真に足向けて寝られないわけですけども、で す、ね、ですのでこのベストヒット門真とはバカにならんのです。なので今日もですね、この門真の若者たちに統計を取りましたベストヒット門真、5位までですね調べてまいりましたので、普通のランキングはカウントダウンしていくんですけど、うちはカウントアップしていくというですね、1位から順番に見ていくというスタイル、1位からはい、スタイルで毎回お送りしておりますので、今日も早速お届けしてまいりますが、今回の
5曲の中で私が最も心に刺さったのはですね、第5位の曲です。第5位で前回も、前回じゃないな、前もですね、あの8の香水の時は特にそうだったと思うんですけど、第5位があの香水だったんです確か。あーそっか、だから1位はもう皆さんご存知だし、まあ、全国的にも非常に流行ってるんですけども、うん、今こう大きな帯同を見せてるのやっぱ5位っていうところが結構大事なんですよね、このベストヒット門間においてはね。じゃあポイントだね、やっぱり定点観測してると思いますけど、さすがに。じゃあということは1位からやっていく方がそうなんですいいということじゃない、うん、そういうことなんです、ね、なのでちょっと1位から順番に見てまいります、うん、これはね多分1位皆さん知ってるかもしれない、よく聞くんで、関脇さんと聞いたことあると思います。1位の曲はこちらです。聞いたことありますよね。はい、これあれドラマ。あ、そう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 。不適切。ね、なんだっけ、不適切じゃない。じゃなかった。これはね、あのアニメです、ね。アニメか。はい。なんかね、アニメのあの、うん、テーマ曲になって。聞いたことあるよ。マッシュルっていう。マッシュル。マッシュルの第2期のオープニングテーマになってるんですけど、もう今これで若者たちはもう踊り狂ってるんですけど、クリーピーナッツのブリンバンバンボンです。はい、ブリーンバンバン、ここよく聞きますね、ここよく聞く、ね、聞きません、はい、あ、うん、ピンと来ない、うん、ここです、この後よく、ね、この後聞く、この後ここ聞きますね、これよく聞くでしょ、はい、よく朝のテレビのね情報番組とか見てたら、うんうんうん、あのベストヒットみたいなのが出てくるじゃないですか、出てくる時には流れるね、バズったワードランキングみたいなやつあるじゃないですか、あのね、はいはい、テレビが一生懸命ネットにおもねってる企画あるじゃないですか、あれによく出てくるんですね、このブリンバンバンボンっていうのはね、うんうんうん、これはあのアメリカのフリースタイルの大会ってあるんですね。フリースタイルっていうのはそのあれですよ、ダンスじゃなくてラップとか、そのラップ、クリーピーナッツ、そうそう、ラップの大会があるんですね、はいはい、そのフリースタイルの大会で、3連覇を成し遂げているラッパーの R 指定さんという方いるんですね。ちょっとひげが生えてて、はい、髪の毛がこうなんかこうパーマ当てたみたいな、ちょっと長髪になってて、なんていうのかな、こう、ドレッドしてる、何、大阪の方です、大阪の方、ドレッドまだいかないですね、なんかこうパーマ当てたぐらいの、ちょっと湿ってるっていうか髪の毛、雰囲気の方ですね、濡れてる感じか、濡れてる感じですね、髪の毛が濡れてる感じの方ですね、R 指定さん、 R1 っていう大会があるでしょ、カンテレの、はいはい、あれの、まあ、オープニング曲とか歌ってる人も一緒ですね。で、あの不適切にも程があるのオープニングも、そう、オープニングじゃないか、あれは、テーマ曲ですね、うん、歌ってるのもこのクリーピーナッツですね、ーーで、そのこの R 指定さん、なるほど、それと DJ の世界大会で優勝したことがある DJ 松永さんという、うん、この方はトラックメーカー、トラックメーカーと言いましたのはイスズじゃありません、あの、はい、どちらかというと音楽のリズムの部分なんかをこう作ってる、ね、フソーとかイスズとかじゃないですね、はい、そうですね、このトラックメーカーっていうのはそのこのラップのベースになる音楽、ほう、こうドゥッ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 みたいな、ここを作ってる、これを作る人ですね。これ別で作ってんだ。そうそう、別あつらい。別中なんだ。別あつらいで、その DJ 松永さんという方、これがその分業になってまして、なるほどね、はい、この DJ 松永さんがその部分を作って、そこにこのラッパーの R 指定さんがこの歌をこう入れてるっていうことですね。うん、ラップの部分をこう入れてるっていう。それに合わせてね。だからもうすんごい腕利きの職人ですよ、二人とも。まあ技術が高いです。もうスピードも、まあ、もちろんだし、言葉選びからメッセージ性からもう全てがまあ優れているこの二人組であるクリーピーナッツという人たちが、このアニメですね、マッシュルのオープニングとして歌っているのがこのブリンバンバンボンという歌なんです。でこれがですね、まあ、この曲が大変流行ってるのはやっぱね TikTok です。やっぱりそうなんだ。あ、これに合わせて踊りをするわけ。あ、そうそうそう、ちょっとだけ関岡さんがやってるのはもうほぼ阿波踊りですけどそれじゃなくて、あの、両腕を両手拳結びまし て、それを、はい、顔の前のあたりまで持ってきますね。すで、はい、そうすると肘がこう下の方にこうに来ますが、これ肘をですね、もっとあの寄せる、グーにした手と肘の先端が、地面に対してまっすぐになるようにこう並べるんですね。でこれを右左に振りながら踊るというダンス、ね、でその時には膝を曲げてだんだん体勢を低くしていくっていう、このどういうこと、でそうそう、あ、そう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 、でそう、いやいやいやみたいな、いやいやいやよみたいな、そうそうそう、これもうちょっと早くやるんですけど、そのリハビリ、あ、そう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 、うまい、これいいね、さすがやっぱダンスやってるだけある、そう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 ですね、いいね、これをこのブリンバンバンに合わせて踊るというのが大変にこの若者の間で流行を極めまして、今やこのアニメが世界的にも人気があるもんだから、世界中の人たちがこれを真似して踊っていると、
もちろん例に漏れず門真の若者たちもこれに合わせて踊って、それをですね門真のレンコン畑の前でこう撮影したものを TikTok に上げたりそういうことをしているということなんですね、これがもう大変な人気、これ第一位、すごい、これがもう門真での第一位ですね、はい、もう発売から7週間でストリーミング1億回再生を突破している。1億回すごいですよ。すごいね、これあの門真からメッセージと言います、コメントが届いて、門真の若者たちがこの曲に対して何を言ってるかですね、子供も歌ってるし踊ってるわというコメントがまず、子供も踊ってるし、はい、歌ってるわ、子供も歌ってるし踊ってるわと、ね、まあ、やっぱもう田坂君の世代も子供がもうだんだんね生まれ始めてますからね、子供さんもだから今2歳3歳とかの子たちも子たちもこれに合わせて踊ってるで、さっきの、 あの腕やってるわけ、腕持ってやってるわけ、腰を、腰振ってひねって、体の横のところの筋肉とかつきますよね、そうよね、っていうか痩せるんじゃない、かもしれませんね、やった方がいいよ、やった方がいいかもしれない、はい、で、はい、体が勝手に乗る、あとキャラが踊ってんのが可愛いんよななどのコメントが届いています。なるほど、ね、はい、これはアニメだからね、キャラクターが踊ってんのがまあ可愛いんだ と、 そういうことか、これをベースにして、我が者たちはこの動画でまた自分たちも踊るという、まあ、ここ最近のベストヒット門真を見ておりますと、これはもうもちろんの傾向としてありますね、1位に来やすいのはやっぱりTikTok でここですよね、踊ってそういうのをアップできるっていうな、やっぱ TikTok がそのやっぱその著作権とかをいろいろクリアしてうまいことこう音源使ってそこで踊るみたいなことをやるようにしてることがやっぱり流行の中心にあるわけですな、そしてやっぱアニメかな、アニメももちろんあるでしょうね、ね、あのキャラクターの人気と もちろんそうだろうな、合わさってますからね、あともやっぱクリーピーナッツは今ほら大概のドラマのもうテーマ曲歌ってんじゃないですかね、考えたらそうよね、あともバラエティなんかでもそうですけどね、トークもうまけりゃ、ね、バリバリラジオもやってるし ね、 そうよね、大変な人気ですよね、いらっしゃいます、いやすごいなと思いますね、はいはい、さあそれでは続いて2位に参りましょう、ベストヒット門真2024、2位はねこちらの曲です、はい、続いて2位になりましたのがですね、幾億光年という歌です、幾億光年ね、全部漢字で書きますが、幾億光年です、はい、で、まあ、幾億ですね、 いかほどにの幾ですよね、幾、幾年月、喜びも悲しみも幾年月の幾、幾度も幾度も、幾度もの幾ですね、はい、に、億はあの1億円3億円次元の、はい、そうですね、億ですね、で、光年というのは光の年です全部昭和で漢字ですね、喜びも悲しみも幾年月の幾、月光仮面とか言わないでよの月光仮面とか言わないでよ、で月光仮面の光ですね年功序列の年ですね、幾億光年というですね、この4文字熟語のタイトルがついてますけども、はい、歌ってんのは、思いの丈というお名前が、お名前が思いの丈という、これはバンド名ですね、アルファベットで思いの丈という、ことですね、なんか爽やかな歌ですよ ね、 確かにね、非常にね、幾億光年で、この幾億光年を歌ってるのは思いの丈というバンドなんですけど、3人のバンドなんです、ほうほう、で、島根県の出身なんですよ、はあ、島根ですか、はい、またいいね、でこの島根県の出身の3人組って言ったら、3人組というかそのバンドって言ったら、以前もこの番組で紹介したことありますね、島根のバンド、島根のバンド、島根は最近バンドの産地になってますね、分かんない、あそうですか、ヒゲダン、あヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズムが島根の出身で、でこの思いの丈とね、大学生の時かな、かなんかに共演したりしたこともあるっていう、そんな、なんかちょっと確かに言われてみたら、なんか似てるっちゃ似てるかなみたいな、デイバイデイみたいなね、これもなんかなんかちょっとぽいっちゃぽいかなみたいな気がするんですけど、まあ、3人組ですね、3人の団体です、でこれ2021年にメジャーデビューをしているわけですね、で元々はね路上ライブなんかもしていて、東京の渋谷で、だから島根から出てってね、東京の渋谷で3人でですねこうライブやったりもしてたらしい、路上で、そこに500人ぐらい集まった、そんなにも500人渋谷で路上ライブやって500人来たら普通警察来ますよね、いやそりゃそうでしょう、警備がつくでしょう、警備がつく、それぐらいのまあ人気なんだそうです、素晴らしい、すごいですよ ね、 ね、ビルボードジャパンチャートにおけますストリーミングの累計再生回数はこちら1億回を突破していると、こちらも1億回ですね、すごいね、さっきのブリンパンパンボーンも7週間でストリーミング1億回再生ですから、こっちもまたすごいです ね、 ね、
だから、2024年にリリースされた楽曲としては、1億回突破したのはこのクリーピーナッツのブリンバンバンボンとこの思いの丈の幾億光年ですね。はい、ここら辺はちょっと抑えとかないかんね。そうですね、ね、もうちゃんと覚えましたか。いや、思いの丈、まあ、うん、まあ、1週間ぐらい覚えてると思う。これあの二階堂ふみさんが TBS で今ドラマやってますけど、火曜日のね、ドラマ。あ、これ終わったのか。もう終わったんだね。もう終わってるの。I love you、 愛はあの目の方の愛ね、I love you のこれ主題歌になった曲なんですね。そういうこともあってこう非常に流行ったという。作詞した方がね、福島さんっていう人なんですよ。信弘さんじゃなくて。信弘さんはね、あの法話が届くお年頃という昔の作詞をしてるんですけども、この方福島友郎さんって読むのかな、友郎さんかな、ちょっと分かんない。その方がこう作詞をされてるんですね。爽やかですよね。うん、なんかね、本当に爽やか、うん、確かに。こうなんか私も最初聞いた時、なんかあの朝の情報番組のオープニングとかに使えそうな曲だなと思って、うん、確かに。ただ前奏ないんですよこの曲。急に始まるの。うん、そうなんです。急に始まるから、うん、ちょっとまあオープニングにするんだったら、まあ感想の部分から始まって感想後ぐらいでおはようございますっていう感じかな。あ、確かにね、うん、そうそう、うんうんうん、福島智明さんでも、あ、福島智明さんって言うんですよ。智明さん、智は知恵の知っていう字ですね。あ、本当にね。で、老ほがらかという字を書いて、ね、これで智明さんという字ですね。うん、なんかこう、ね、朝のいい感じ、ね、福岡とかの朝の情報番組とか良さそうな感じ。なぜ福岡なのか分かんない。地方局の朝の情報番組良さそうな。そうかしら、うん、おはようございます、ね、合いそうな感じしますね。そうですね、おはようございます、ね、5月の、今日は10日になりました。早いもんですけどね、今日お天気いいですねみたいな。いや、それね、 DJ じゃん、ね、なんかある意味、ね、なってそうじゃないですか。そんな感じになってそう、うん、確かに。今日外の様子どうなってんでしょうかみたいな感じで、ちょっと見てみましょう。お天気カメラ、あ、今日江ノ島見えてますねみたいな、なんかそういう感じのね、ぴったりの爽やかな曲ですが、じゃあ門真の若者たちが何て言ってるかをね、見ておきましょう。お願いします、ドラマ見てたわと言ってます。あ、ドラマ見てたわ、はい、でちょっとヒゲダン味があるよなと言ってます。あ、やっぱり島根、ね、やっぱね、わかるんだね、わかるんだ、ヒゲダン味や、ね、今年来るんちゃうっていう、こういう門真の声が届いております。今年来るんちゃうと門真、今年来るんちゃう、はい、言ってます、はい、そのような声が門真から届いております。こちら2位ですね、思いの丈の幾億光年、覚えましたね、はい、漢字の綴りも覚えましたね。わかりました、はい、大丈夫ですね、はい、はい、ね、じゃあ3位に参りましょう、はい、3位はですね、やっぱりね、韓国の音楽やっぱ今流行っておりますけども、こちらが入ってまいります。3位はこちらです。さあ流れてまいりました。これが、アイリットという団体が歌っています、マグネティックという歌ですね。バイリット、はい、全く知らない。あ、そうですか。バイリットの何、アイリットですよ。あ、アイリットの、アルファベット大文字で I L L I T と書くアイリットと、アイリットの、アイリットのマグネティックという、マグネティック、マグネティック、あ、マグネットですね、マグネット、うん、マグネットって磁石ありますでしょ、うん、マグネット、この磁石のようなということでしょ、マグネティックっていうことはね、うん、アイリットのマグネティック、うん、この人たちは、ビリーフラボという事務所に所属している団体で、5人組ですね、うん、はい、平均年齢非常に若いですね。ね、メンバーを申し上げますと、これ韓国の人が3人で、日本の方が2人と、結構いらっしゃるのね、はい、の5人組です。メンバーに必ずね、メンバーをご紹介いたしますと、はい、ノ・ユナさん、韓国の方、この方が20歳ですね。でパク・ミンジュさん、この方が19歳、酒井萌歌さん、この方が19歳、イ・ウォンヒさん、この方が16歳ですね。で、ほかぞのいろはさんが16歳、はい、20歳19、19、16、16という5人組の団体ですから、これは非常に若いです ね平均年齢若いわ、うん、でこのマグネティックっていうのがよく分かんないと思うんですけども、分かんない、ね、何を言ってるんだっていう感じがすると思うんですが、うん、マグネティックこれ基本韓国語と英語が入り混じった歌詞なんですよ、うん、で、You like it's magnetic って言うんですね、あなたはマグネティック、 You like it's magnetic ですから、あなたは磁石のような引力、吸引力があると。おで、私とあなたは N 極と S 極だと言うんですよ。だからお互い引き合うよねと、ね、うん、でその2人の関係性っていうのはもうどうやったって離れないものだよねと、そういうようなこの恋する乙女の気持ち、わかりやすいね、これを、はい、言ってるわけなんですね。うん、この部分が多分
TikTok で流行ってんじゃないですかね。テテテテテテテっていうこの彼が。テテ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 っていうのがありますね。スキャットマンとかと一緒ね。ビーバッパッパラッポみたいなもんですよね。テテテテテテこのこのピッピッピッピみたいなやつこれが流行ってるんですね。これに合わせてまた踊ったりするというような曲みたいですね。これはあの BTS が所属しているのと同じ事務所に所属して、BTS はあの国連で踊った人たちですね。そうですね、はい、あの今ねあの人たちと同じ事務所に所属しているということですね、日本のレコード会社で言いますとユニバーサルという会社から、はい、これレコード会社から出ている音楽で、音楽の権利処理は、ジャスラックで、まあ、登録している部分はあるんですが一部しか権利処理をしていませんので、これオンエアする場合もですね、はい大変にこれ難しいところがありまして厳しいわけ何か、ジャスラックが完全管理していれば放送でかけやすいんですけど私たちとしては、それが行われていなかったので、この度私どもはユニバーサルミュージックに直接電話をかけましてかけてもいいですか OK ですという許可をもらってかけています。はあ、そうですか、はい、この辺難しいところですね。なかなかね、そんなメジャーの人たちでもそういうことがあるのね。今年の3月の25日にデビューしたそうですよ。先々月まだほやほや。そうなんです。サバイバル番組 Are You Next っていうね、オーディション番組があるんですって。やっぱりオーディションなんだ。そうそうそう、聞こうと思ったんだけど、やっぱりこう昔からオーディション番組というのはね、やっぱり五木ひろしさんもやっぱオーディション番組から出てますから、新沼謙治さんもそうですからね。まあそうですよね、やっぱりこうオーディションから出てくるっていうのは。桃江ちゃんとかもみんなそうですよ ね、アキナちゃんもそうです。私ちょっとこの番組見てなかったんでちょっと分かりませんけどね、多分悪友さんみたいな人がこうやってこう見てるわけでしょうね。そういうことね、審査員でね。そうそうそう、でその人たちがこう、ね、審査してる、はい、旗あげる、そんなんじゃないですか昔みたいな、大見敏郎さんがこうやって見ててね、こうと大久保玲さんがこうやって見てて素人名人会みたいにこうやって見てるんでしょうね、多分ね。そうだよ、韓国の大久保玲さんがこうやってこう見ててこうやってこう旗あげてってやってるんじゃないですか多分、先々月こうデビューされたということですね。サビの部分のやっぱこの部分のダンスが非常に印象的で、リリースから10日で TikTok に20万本の動画投稿が行われたという、すごいですね。5週連続でアメリカのビルボードチャートインです。あ、もうアメリカの方にももう速速だね。すごい、もうデビューしてすぐ。何でも早いですね。あ、さすがね。では、門真の若者からのコメントですけれども、はい、エモイというコメントがまず届いております。エモイ。はい。エモイというコメントがまず届いております。エモイですね。はい、そしてなんかふわふわしてないっていう。なんかふわふわしてない。なんか確かにふわふわしてますね。うん、ふわふわしてる。確かに。確かにね。なんかふわふわ。なんかこう。80年代90年代ぐらいのこのね、チュ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 って歌い方がハイハイハイって、あんまり唇使ってないよね。ホイホイホイは多分言ってないと思うか。なんか唇がね、あんまり動かさずに歌ってる感じしない。そうですね、だからその東北弁みたいな感じですかね。そういう感じ、チュ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 みたいなね、あんまり空いてないわ。みたいなね、チョロ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 、なんか口からこうちょろちょろと、ウェステンテンダンネステンダーミンさんはみたいなね、どっから来なすってみたいなね、そういう感じですね。違う違う、そういう感じ違う。TikTok でめっちゃ見る、ガンバレルーヤが踊ってんの面白かったっていう、ガンバレルーヤが踊ってんのおもろかったっていう、そういう声が門真から届きました。やっぱり TikTok をみんな見て結構なんだな。 TikTok なんですよね、 TikTok かということなんですね、さあここまで3位まで見てきましたけどどうですか。どうもこうも知ってる、知らない。知ってるのはブリンバンバンボンは知ってた。ブリンバンバンボンだけしか分かんない。これは知ってるね。それ以外は分かりません。2位の思いの丈いく億光年もちょっと知らない。っていうかもう見てないんですもん TikTok を。いやそうだからこうやって見てると今のところ3曲とも TikTok ですよ。そう、どうしましょう。いやどうしましょうもこうしましょうもね。福ちゃん TikTok 見てる？いや私も TikTok それは言われこうやってなるから、一応その自分の携帯電話の中に入れてんですよ、だけどその TikTok 見ててもなんかその知らない人が踊ってるだけだからついね、知らない人の踊りそんなずっと見てらんないから私も忙しいから、ちょっとねやっぱ仕事しなきゃいけないしなかなかちょっとあれなんですけど、まあでもだから見なきゃねこうやって置いてかれちゃう、まあまあでもただラジオを聞きの皆さんはもうご安心ください。別に見なくても大丈夫です、ね、TikTok 見なくてもちゃんとこの番組で、あの門真の若者たちが見てる TikTok はまとめてもうお届けしてますから。そうですね、はい、それでまあ情報を得てしまえば、そうそう、それでいいわけですよ。見てなくたって、あ、なんなら最先端ですから、ラジオより早いから、ね、あのテレビより早いから、そうですね、もうその辺は大丈夫です、ご安心ください。皆さん別に
別にダウンロードしなくていいです TikTok なんかアメリカの議会でもなんかその、ね、もう使っちゃダメみたいな話になったみたいだからいいですいいですそんな、ね、TPP の問題とかも多分絡んでくるでしょうから、はい、もう全然その辺は見なくて大丈夫もうこっちで全部その辺は集約してやらせていただきますんでご安心ください、ね、もうそこはもう信頼してください、うん、企業でいい、ね、いいんじゃないよぜひとも、そうですわぜひともお願いします信頼していただきたい門間を、ね、ということで、まあ、1位2位3位と見てまいりました、はい、さあ問題の4位5位がどうなってるかここが結構大事なんですけれどもそれはまた後ほど岡山県の倉敷市にお住まい広島さんからメッセージをいただいていますどこにいるかよく分かんない方ですね門間フェスティバル興味深く聞いておりますというふうにおっしゃってますね門間フェスティバルベストヒット門間がいつの間にか門間フェスティバルになってますね門間フェスティバルは門間の農作物とかをこう紹介するやつじゃないですかね農作物とか食品とかをね紹介するイベント、ベストヒット門間興味深く聞いております私も門間に関する経験はないかなと考えていたところ私の友達の旦那さんが門間の会社に勤めていて出会いも門間の居酒屋での合コンだったそうですお友達が、出会ったのが、まあ、この合コンの場所が門間の居酒屋だったへちなみに私は門間に行ったことがありません寝屋川ならありますというメッセージいただきました貴重な情報ありがとうございますそうですか門間には行ったことないけど寝屋川には行ったことあるんですそうですね素晴らしいですねありがとうございます行ってみてください行ってみてください、ね、今本当なんか勢いありますからね、ねそうですよ、うん兵庫県川西市の父はコロスケさんです20代の弟2人が家を出た今流行を知るのはベストヒット門間すごいですね若者の情報をここだけに頼ってるところですよすごいですよね、昭和感を入れてくださるので覚えやすいですオリジナルで幾億光年は千年の際に似ているなと変換して覚えることにしましたということですが似てないと思います漢字が4文字っていうことしか似てないっていうなかなかたどり着かないと思うんですけどね幾億光年にね、幾億光年歌っている人は幾億光年誰だったっけあ関根さんカンニングしようとしてるカンニングしようとしてる誰わかんないだからね、思いの竹です思いの竹思いの竹が歌ってるのはえ幾億光年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 歌ってるのはそうそう月光仮面の子え何思いの竹そうそうそう思いの竹そうですねはいそうですね喜びも悲しみも行くとしつつの行くにね3億円事件の奥に、はい、月光仮面の子に黒沢俊夫さんの年で覚えていただければね幾億光年ですよね覚えやすいですね覚えやすいですね昭和の人でね、はいそれからですねこれファックスでいただいております高槻市にお住まいの方いちご大福さんからいただいています門間という若い頃に友達と一緒に原付バイクの免許を取りに行きましたその2年後に車の免許を取りに行きました、うん、教習所に2ヶ月通ってその後古川橋に行って無事合格してすぐに車を買って初心者マークを貼って嬉しかったものですというふうに書いてありますね、うん、やっぱりね車の思い出がやっぱ多いと思いますよ、うん、門間はやっぱり、ね、昔は日産のスカイライン GTR のミッションに10年ぐらい乗っていましたということでスポーツタイプの感じのね車に乗ってたということですよすごいですねなかなかかっこいいですねかっこいいですそんなの、ね、日産スカイライン GTR かっこいいかっこいいですよねそうそう乗ってらしたいいですねこの古川橋っていうねこのピンポイントの地名が出てくるとあよく私も行くなという気持ちになりますねこれねさて今日はですね門間に住んでいる若者たちから情報を集めて作りました最新曲の門間限定ヒットチャートベストヒット門間を久しぶりにご紹介しております、はい、2024、うん、今年はどんな歌が門間で流行っているのかというところですね、うんうん、さあ1位がブリンバンバンボンクリーピーナッツ2位が幾億光年思いの丈そして3位はマグネティックアイリットが歌っている歌ですね、こちらでしたけれどもじゃあ4位5位特に5位が私には刺さっておりますけれどもこの4位5位どうなっているのか見ていきましょうさあ4位はこちらですベストヒット門間2024 4位は月の晩餐歌です、うんはい、これはなんか安心しますねこれは聞いたことある、イントロがちゃんとあるということでまず安心しますよねそうですね、うん、聞きやすいそして聞いたことありますか、はい、これ歌ってるのは月さんという方で、はい現在16歳かな2008年生まれの人です15歳か16歳そんぐらいですよ、すごいですよね15歳16歳ですよそれでこういうちょっと渋いっていうか低音の声で ねいい声してるわ結構太い声でニュース読んでも上手そうですよねいい感じですね採用するかも採用するかも15歳っていうと、中学3年生か、まあ、高校1年生ぐらいってことですよね そうです中3ですよ
香里ちゃん中3の時は中学3年生の時は、うん、バレーにもバレー、うん、そうですね、まあ、受験でしたけど受験に打ち込みでもバレーばっかりしてバレーに打ち込みということですよ ね、 本当にね私はラジオ深夜便をもう聞きまくっていた頃ですね、うん庄司太郎さんの歌とかね山一郎さんとも死ぬほど聴いていた頃ですね私はもうミュージカルとかそんなんばっかりだった、軍歌の CD とかを買い漁っていた頃ですね軍歌、中学生でしょ中学3年生の時ですねだいろんな中学3年生がいるなと思いますが月さんの場合は2008年にお生まれになって13歳の頃から TikTok を中心に弾き語り動画を発信していたってんですねもう全然その環境が違うねそうですで去年の9月にこの歌リリースされてるんですよ晩餐歌という晩餐館じゃないですよ晩餐館ね晩餐館は焼肉のタレですから ね、 焼肉のタレ、はい、日本食券ですね晩餐館晩餐館焼肉焼いてもいいえ焼くなですねそれとはまた別の歌ですこれは違う、はい、これは晩餐館でも晩餐館晩餐会の晩餐に歌と書く晩餐館ですね、はい、去年の9月にリリースされまして、うん、お父さんにこの曲出したいんだって言った時に、うん、あの出世払いを約束して私も売れるからと絶対売れるからお金貸してくださいって言ってお父さんにお金を借りてレコーディングを行ったそうなんですねすごい泣ける話ですね、うん、2023年の7月に TikTok 上にサビだけを公開したんですってあサビのとこだけ そ, う そ, うそんなちょっとこれがもう昔と考えられないですよね普通曲って完成してから出すもんじゃないですか、うん、そうよ違うまずサビ出すんですサビ出すサビから出すね、でそっからあ意外と評判いいなって言うんで1番丸々作って1番出すえその後に作ってってことそうですプラスしていってってことかな、まあ、どっちか分かんないけどどっちかとりあえず1番の作って出したそこあえてでこれも評判がいいな、うん、ということで今度は C メロと呼ばれる、まあね、A メロ B メロ C メロ C メロ足して出す、うん、で8月16日にこうメジャーに向けて曲を完成させたということなんですよねでもそんな15歳でそこまでこう戦略を持ってさ、うん、すごいね、まあ、だから戦略というよりはもう本能的にやってるのかもしれませんけどね本能か、うん、もうあ分かってネイティブだからこの人たちは TikTok のそういう仕組みというかそういうものを体でも理解してるんだと思いますね私たちおじさんとかは、うん、TikTok って何ですかああ中国に会社があるんですか、うん、アメリカでなんか禁止の動きがあるんですかとかそういうとこから行くじゃないですか、うんね、で何、これは何秒程度に動画をまとめなくちゃいけないのみたいな、うんうん、何それじゃあそこにこの曲をつけたら何流行るのみたいなのでやるわけじゃないですかそうよねそういうんじゃないですもうさささですさささ、ね、ささですしかもお父さんそのお金を借りるときにそんなもん絶対ヒットするからっていうふうに言ってる、うんうん、そこがすごいでこの月さんは顔を出してないんですよ表に一切ね、はい、覆面歌手ですねはじゃああの人と一緒ねコロンビアローズさんと一緒です、ね、コロンビアローズ、はい、コロンビアローズと同じ手法を取ってますねうっせーのほらあそっちかねそっちよ私昭和の方じゃないあとうっせーの方って何ですかうっせーアドさんねアドさんそうそうアドさんと同じです、はい、コロンビアローズさんとアドさんと月さんですねこの3人が覆面歌手の代表格ですね2代目コロンビアローズもいるからね、はいではこの人の歌に対してこの門真の若者が何を言ってるかと言いますと、15歳とは思えん声だとそうですね確かにもう関口さんと同じ発想そうだ、ねうん、才能えぐない、うん、その言い方顔見たい、ね、そのまま15歳の時はまだ鬼ごっことかで楽しんでましたよなどのコメントが届いていますかわいいそれかわいい15歳で15歳まあまあギリギリやってるかな中学3年生ぐらいだったらまだやってるかもしれませんねはい。というこの4位月さんの晩餐館晩餐館じゃない晩餐館ですね、これがもう非常に人気があるということで今後だからどういう曲が出てくるのかいや本当これ楽しみですね顔出してないですからひょっとしたらそのまま転職しちゃうパターンもありますからね今時だあそうか、うん、最近はすぐ仕事辞めたりするからねどうするんだろう、うん、コロッと変わって変わっちゃって焼肉屋さんやるかもしれないし、ね、分かんないですよね分かんないですよね、はい、ということで第4位は月の晩餐館でした、はい、さあいよいよやってまいりました第5位でございます、うん、第5位はヒップホップからこんな曲がチャートインしてまいりましたこちらです友達はい出てまいりましたはいこちらですねもう何言ってるか最初関岡さんわからない状態から始まりましたチーは友達って何だと思ったらチーは友達違います、ね、違いますチームこれは千葉雄貴さんという男性の歌手の方が歌っている、うんチーム友達という歌ですチーム友達チーム友達としか言ってないやんはいチーム友達って言ってますがこれはその、チーム友達をずっと
こう繰り返しながら、うん、そのヒップホップの言い方でね、はい、でね私、はい、これだったら歌えるかもしれない。そうですよね、ヒップホップってさっきのねクリピーナッツ そのブリンバンバンボンは早すぎて、もう早くすちょっとブリンバンバンちょっと早いじゃないですか、で我々の年だと何言ってるかも分かんないし、だけどチーム友達は歌える気がする。ここ絶対歌ってる。ちぎりです、ちぎりちぎりちぎろ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 、ほらお年寄りに優しいヒップホップ、こんな嬉しいな、こんなありがたいヒップホップはないですね。本当ね、これ私朝から今日ずっと聞いてますよ。でまた耳に残るね。そうなんです、千葉由紀さんってもう本当にすごい人気がある方で、はい、日本のヒップホップシーンにも新たなムーブメントをこう生む人なんですよね。ですごく人気がずっとあったんですけど、うん、急に2021年かななんかに一回活動休止しちゃうんですよ。へー、こうっていうね、この千葉由紀こうっていう名前でこうやってたんですけど、これは休止したんですが、うんうん、今年になって急に千葉由紀さんっていう名前でボンって出てきたんですよ。でこの歌どういう風に生まれたかっていうと、はい、ジンドックさんっていう方が大阪にいるんですけど、ジンドック、はい、千葉由紀さんは関東の方なんですが、はい、なんか大阪のこう友達のジンドックさんという方が、はい、まあ、大阪で家族も持っていて、まあ、友達とかでこう、まあ、一緒にご飯食べたりするときに千葉くんもおいでよみたいな感じで呼んだんですって、うん、でどこでご飯食べるかってなったときに、うん、この鶴橋にあるお好み焼き屋さん行って、うん、そのジンドックさんの子供とか一緒になってこうお好み焼き食べてたんですって、うんうんうん、でこのジンドックさんは昔から地元の仲間とか友達のことをのグループのことをチーム友達って言ってたんですって、うん、チーム友達だから、はいはい、なんかチームジャパンとか、 なんか言うじゃないです か、 チームホニャララチームなんとか、ねね、チーム関岡みたいな言うじゃないですか、うん、なるほど、あるある ね、 ね、関岡さんの率いる後輩たちの軍団みたいなのがあるとしたら、あるあるある、あの人はチーム関岡だからねみたいな言ったりするじゃないですか、はいはいはい、そんな感じでチーム友達だからって言ってたんですって。でそれを、うん、千葉さんはずっと聞いてて、うん、チーム友達っていい言葉だなと思って、でそれをこう仲間なんかにも言ってたら、それでちょっと一発曲作ろうかみたいになっちゃって、ほんでそこで出来上がったのがチーム友達なんですよ。じゃあジンドッグさんの口癖、うん、そうなんです、やってたことから生まれた、あのこのお二人がジンドッグさんと千葉由紀さんが二人でお好み焼き屋さんで、そのどういう風にこの曲が生まれたかを話し合っている YouTube の動画ありますんで、うん、あるんだ、もし興味のある方ぜひ見ていただいて、だジンドッグさんがどんな人か見てみたいな。ジンドッグさんはね結構ね、メガネかけて長髪でね、なんか、はい、あの優しそうな人ですよ。ジンドッグさんも歌をやってる人、ジンドッグさんもあの多分ヒップホップをされてる方じゃないですか ね、 そうなんだね、うん、副業でなんかしてるかもしれないけど、多分ヒップホップなんかをされてる方だとは思いますがすっごく気になっちゃってごめん、ジンドッグさん、ね、グさん大阪の方ですよへ、うん、でその鶴橋のお好み焼きさん多分 ご家族でよく行ってらっしゃるみたいですね。どこだろう、これが大変にこの楽しいし、うん、いい曲だというので、うん、日本中のですねこのヒップホッパーたちがこのチーム友達をですね、うん、まあ、カバーっていうのかこうリミックスっていうんですけどね、うん、なんかこう作り変えて、うん、自分たちでまた歌詞を足したりとかいろいろして、うん、いろんなリミックスバージョンがあるんですよ。青森リミックスとか、あら東海リミックスとか、スカイハイリミックス、九州リミックス、デュークデュースリミックスとかなんかいろいろあるんですって。聞いてみたいね、うん、そっちもね。こちらもね YouTube などにたくさん動画があります。そうですか。で今これ流れてるのは、うん、キングギドラリミックスじゃないかと思うんですね。多分ね、こっちがこれ何？これは何？普通のプレーンのチーム友達ですね。今聞いてる、プレーンのやつですね。ドーナツみたいなやつね、うん、プレーン。これでもずっと聞いてるんですよ。チーム友達です。チーム友達、チーム友達、チーム友達ですから、これ覚えやすいですよね。はんやはらみた信用漢字財宝殺行人一緒ですよ、もうね。チーム友達やもんね。チームちぎりですよね。あなたは誰とちぎりますか？ですよ。ちぎりだもんね。ちぎりですよ。いつきです。何かちぎるわけじゃない。ちぎろうです。ちぎろうですか。ちぎろうじゃなくて。ちぎろうじゃなくて、ちぎろうです。はい、そうですね。岩崎ちぎろうですね、はい、ちぎろうです、ね、これはもう覚えやすいですね。お好み焼きくつるはし腹いっぱい飯はうまい、だから覚えやすいです。そうだよね、はい、ジンドッグ、ジンドッグって歌詞じゃないか、チームチーム友達ですまた、はい、もうそっちがもう残るわ、はんやはらずチーム友達でこう、ね、チーム友達ごまぎをしながら目の前でごまぎを炊きながらチーム友達です、うん、比叡山の上でチーム
友達っていうことですでもすごいいい言葉だね、こうやって聞いてたら考えてみたら、そうそうそう、だってすごく平和的ですよ、平和的だし、みんな仲間だ友達だって一緒にやろうぜってことだから、なんか肩こうね、うん、そうそう、組みながらやりたい、一切ボンブですから、我々はもう一切主張は共に救いの道に進んでいこうってことですからね、ありがたいよね、ありがたいですよ、これはもう救われますよ、この歌聞いたら、チーム友達チーム友達だから、合唱したくなる、合唱したくなる、ぜひこれお坊さんリミックスも聞きたいですよね、ぜひ聞いてみたい、比叡山リミックスとか聞きたいですよね、ぜひやってください、お願いします、天台宗リミックスとかね、曹洞宗リミックスとか、こうあるいいよ ね、いろんな 派でね、ある長州派でもいいし、そうですよ、ぜひ次回のあの法話グランプリの時にはね、H1 法話グランプリの時にはちょっと提案しようかな、あいいですね、そしてこう歌うっていうのね、審査タイムの時にはね、そうそう、ぜひ千葉由紀さんを囲んでみんなで囲んでみんなで、ね、そうやったらいいよね、サトロサトロって言ってね、サトリー言うてね、やったらいいと思う、はい、あじゃあ門間コメントじゃちょっとね、門間からというね、はい、そうだそうだ大事、ずっとチーム友達って言ってるだけやけど、つい口ずさんでまうねんと、うん、でジンドッグもええけど俺はキングギドラのリミックスが好きやな、はい、そしてチーム友達っていい言葉流行語大賞決定などのコメントが門間からは届いておりますということで、この今年のですね、はい、ベストヒット門間5位は千葉由紀さんのチーム友達ということでした、はい、以上ベストヒット門間をお届けしましたけども、かおりちゃんいかがでしょうかいやこれはね今回ちょっとバラエティに飛んでるというか、そうなんですよ、幅が広いんですよ、幅広いね、確かにね、そうなんですよ、もっともっとメジャーっていうかイメージ、例えばポップなね、ポップなイメージの人も来るかなとか、あのミセスグリーンアップルとか、あそこら辺も入ってくるのかと思ったら、そうじゃない、全く違う、やっぱり TikTok の世界なんだね、そうですね、オリコンのね合算シングルランキングだと、ミセスグリーンアップルのライラックなんかも5位に入ってたりはしますが、ね、門間では残念ながらトップ5には入らずというところでしたね、